こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、これからの日本を生き抜くためにはというお話をしていきたいと思います。まあ、今いろんなねランキングで世界一幸せな国として認定されているデンマークなんですけど、デンマークの人々にですね、質問すると、幸せですかって質問すると、これ今回仲間がね、去年ですけど2016年の10月にデンマークツアーに行ってきて、私も行く予定だったんですけどね、ちょっと予定がどうしても会えなくて行けなかったんですけど、その仲間に聞くとですね、今幸せですかって聞くと、幸せかどうかは分からないけど何があっても生活できるから安心はしているわっていうふうに言ってるんですね。本当に教育も社会保障も国がもうがっちりやってるんで、絶対的な安心感だからいろいろチャレンジできるそうです。でも日本だとそうはいかないですよね。もう世界で日本って26位なんですよ。何が？一人当たりの GDP が。そう、国当たりの GDP だとまだ世界3位ですけど、一人当たりでも26位なんですよね。こんだけ下がってきてしまっている。1996年の時には、今から20年前ここには一人当たりの GDP も世界3位だったんですよ。もうそれが26位まで落ちてきてしまっている。で、超高齢化、少子化の中で日本の税収は減っていて、医療費がどんどん重なっていくわけですから、国が手厚くやってくれるかっていうと、やっぱかなり難しいですよね、そこに期待するのは。じゃあこれからの日本で生き抜くためにはどうすればいいかっていうと、自分で自分の人生をやっぱ想像していく、作り上げていく方ですね。イメージじゃなくて作り上げていく方、想像していくしかないんですよね。どういう人生にしていきたいのか、どんな生き方をしていきたいのか。だってよくよく考えたらですよ、今ここにあるよ、今のね日本であるような仕事が10年後20年後あなたのお子さんが働こうとした時に本当ありますかね。わかんないですよね。どんどんロボットには奪われるのか、安い賃金の人に任されてしまうのか。だとしたら武器が必要になってくるわけですよ、そのサバイバルレースで生き抜くために。で、その武器を身につけるために大事なのがやっぱり考え方とかあり方、生き方ですよね。物事をどうやって考えることができて、自分をどうしていきたいかって時にとっても大事なのが自分と向き合うことだと思うんですよね。やっぱり自分が何が得意で何が好きなのか、どういうことのテンションが上がって、どういうことが下がるのか。もうこれ親御様も本当にそうだと思うんですけど、もういろんな思考パターンとか、いろんな自分の生活パターン、行動パターンってあるわけじゃないですか。そういうものを自分を知っていく、自分を知っていくことが本当に大事。そのために私はいろんなタイプをお話ししていると思います。お子さんのねタイプ別診断もやってますし、5つの興味タイプとか、5つの愛の言語とか、6つのモチベーションタイプとか、4つの学習タイプとか、こういうタイプを知って自分がどれに当てはまるかを知ることによって、自分の得意苦手だとかが見つかってくるし、私はこれこれだっていきなり答えは出ないんですよね、普段向き合ってなければ。ああこうなのかな、ああなのかな。だからすごい長い旅だと思うし、私もすごい時間がかかりましたし、まだ完璧じゃないと思ってます。でもそういうのができるとやっぱり差別化できて、自分なりの人生の答えを出せると思うんですよね。で、自分と向き合うときにやっぱり大事なのが自分を信じる力。ファイブスター子供スクールの5つの力の中の2番目ですね。自分を信じる力だと思うんですよね。いや、そうやってもどうせ自分なんて、自分と向き合うってすごいダメな自分とも向き合うわけですから辛いわけですよね。だからそこで自分を否定しまったり、これもできないな、あれもできないなとかなってしまうわけですよ。でも自分を信じる力って、自信ってことですけど、自分のいいところも悪いところも知っていて、なおかつ自分が好きって状態なんで、やっぱり自分を信じる力だって大事なんですよね。で、いつも言う通りで、自分を信じる力を磨くためには2つ。1つが小さな成功体験。そして愛されてる実感です。自分が愛されてるってことが分かれば自分に自信がつくわけですよ。別に何ができなくたって僕は愛されてるしっていうことになるし、成功してるっていう小さな成功体験を認めてもらうことがたくさんあれば、意外に子供ってこれが成功体験って分かってないこともあるんですよね。あ、これってすごいことなんだってことが周りが認めてあげることが大事だと思うんで、ぜひ自分の人生を自分で想像できて答えをできるですね、お子様に育ててほしいと思います。その前にはまずは親御様も自分自身とあなたも向き合ってみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。